それでは作り目から始めます。まず糸端を40センチほど残して糸をねじって輪っかを作ります。その中に糸を通してキュッと絞るとこれで一つ目の輪っかが完成です。ここに針を1本通します。してキュッと引っ張ってと、この時向かって右手の方に糸端が来るようにしておいてください。そしてこっちですね、糸端の方を確認して作り目を17目作っていきます。一番最初の今かかってるものを1とカウントして、持ち方が人差し指と親指で、その他の指で2本の糸を握ってひし形を作るようなイメージで持ちます。で、こうピストルのような手になるようにねじるんですが、四角からこういうふうにねじって一番手前の糸を下から引っ掛けます。して人差し指側の糸を引っ掛けて親指で上からかぶせて一番下の糸ですねをキュッと親指で下に押すと、これで2つ目の作り目が完成です。こっちが端っこですね。これを確認して同じように人差し指2本握って親指でひし形を作ってピストルのようにねじって、と最初なのでゆっくりめにやりますね。で、一番下から手前の糸を四角ピストルで下から引っ掛ける、引っ掛けてそのまま一番上の糸を人差し指でぐるっと引っ掛けて親指でかぶせて親指で引っ張る。これで3つ目が完成です。同じようにひし形、ピストル、下の糸、上の糸、親指でかぶせて引っ張る。これで4つ目が完成です。ちょっと不安だなという方は一番最初に戻っていただいて、一番最初の目をゆっくり見ながら17目作っていただけたらなと思います。もう慣れてる方はスイスイ行っていただいて大丈夫なので、飛ばしながら編んでみてください。で、こっちもひし形、ピストル、下の糸、上の糸、親指で引っ掛けて親指で絞る。ひし形、ピストル、下の糸、上の糸、引っ掛けて絞るという具合に17目作ってみてください。今回は棒針編みが本当に初めてという方向けに動画を作ったので、ほぼノーカットで進んでいきます。なのでちょっと早いですけど、見ながら一緒に編み進めていただければなと思います。もうわかる人は字幕はずっとつけているので、もう字幕だけ見ながらスイスイ編んでいっていただければいいかなと思います。これで作り目17目が完成です。続いて早速編んでいきましょう。
まず針を反対向きにして作り目を1段目と数えるので、今からは2段目を編んでいきます。この時に糸端が短い方間違えて取らないように左手で握っておくか、ちょっと避けておいて、で早速裏編み2目から編み始めます。このコースター、表編みと裏編みだけで編めるデザインになっているので、ぜひこの動画で表編み裏編みをマスターしていただけるように、ゆっくりじっくり説明していこうと思いますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。では裏編みから始めます。左の針にかかった糸の手前側見ていただくと、くるっと一周針にかかっている輪っかの真ん中から右から左に向けて、真ん中から右から左に向けて針を入れて、でクロスしている部分を左手親指人差し指で軽く押さえておきます。こんな感じで、でその間に右手でくるっと右針に一周糸をかけて下に滑らせます。で滑らすと右側に糸が同じようにかかります。もう一度やってみますね。刺した針に上からくるっと糸を巻いて下に滑らせると、右側の針に同じように糸がかかるので、かかったのを見て左の針から糸を抜くと、これで裏編みが一つ完成です。ちょうど目の下にポコッと線が出ます。横線ですね。同じように右から左に針を刺してぐるっと一周巻きつけて下に滑らせると、右側に糸がかかります。それで左の針から糸を抜くと、これで裏編み2目完成です。そのまま糸を後ろ側に持ってきて、そうですね、横線が見えたら裏編み OK です。で糸を後ろにして次は表編み。一目ゴム編みは表裏と交互に編むので、表編み次は左から右に針を入れます。左から右に針を刺して裏だと右から左、左表編みは左から右に針を刺します。そして後ろにした糸をぐるっと右手で巻きつけて上からかぶせて、で右側に糸がかかったら左針を抜いて、これで表編み完成です。 V の字のこう編み地が出るかなと思います。そして次また裏編みなので、糸を前にして右から左に針を刺す、右手でぐるっと右針に糸を巻きつけて下にスライド、右針にかかったのを見て左針を抜く。次は表なので糸を後ろにして左から右へ糸を刺す、ぐるっと一周かけて次は上からかぶせて抜く。裏編みは糸を前にして右から左に刺す、ぐるっと一周かけて下に滑らせて左から針を抜く。このように交互に編みながら最後の一目が残るまで編んでいきます。今回かなりじっくりめに時間をかけて説明している動画になるので、ただ結構繰り返しが多いので、ちょっとわからなくなったっていう時は基本的に最初の方の
あの動画に戻っていただければゆっくり説明しているので、あのぜひご自身のペースで進めていただければなと思います。あとあの結構時間があるので、今日はよくベラベラ喋ってるんですけど、早速あのこんな感じでちょっと、まあ、ラジオ感覚で聞き流しもできるような動画にしようかなと思っています。ちょっと最初は説明をメインにゆっくりと動画解説していこうと思います。そして裏編み前にして刺してくるっと一周引っ掛けて滑らす、左から右へ表編みで、裏編みは糸前にして右から左に刺して糸をかけて下にスライド抜く。で最後も裏編み一目なので、同じように右から左に針を刺して糸をかけて下に滑らして、これで2段目完成です。次は3段目、また針を反対向きにして、3段目は表編みを17目、全部表編みで編んでいきます。で、ちょうど編み地を見ていただくと、ポコポコ、あの、目の下に横線が出てますね。裏向けると表と裏が反対になるんですが、こっちが裏側、こっちが表側ですね。奇数の段が表側になります。で、今ポコポコ出てるのが裏編みの部分ですね。で、3段目はもう全部表編みなので、左から右へ通っている糸の左から右に刺します。こんな感じですね。で、糸端をキュッと引っ張ると締められるので、そのまま上に引っ掛けて、で上からかぶせて左の針を抜く。でキュッと引っ張ると、これで表編み1目が完成です。もうこれを17目同じように引っ掛けて、上からかぶせて左針を抜くという風に繰り返していきます。これで2目編めましたね。で、ちょっとあの目を揃えるコツといいますか、まあそんなにこう大それたことでもないんですけど、今ちょうどここの糸を右手でかけるときに、私軽く糸を引っ張ってここでテンションを揃えています。今のここですね、ちょうど上に上げるときにクイッと気持ち力を入れてキュッと引っ張ってあげると、あの編み地がたるむことなく綺麗になるかなと思います。ちょっと初めての方、まだまだ余裕ないかもしれないので、あのぜひ余裕ができたら試してみてください。ここですね、ここでキュッと引っ張ってかぶせて、同じように左から右に刺してキュッと引っ張りながら上にかけて、上からかぶせて抜く。で、一目編めるごとにちょっと編み地をキュッと下に引っ張っていただくと、親指でキュッと引っ張っていただくと編み地も揃います。こんな感じですね。キュッと親指で下に引っ張っていただくと綺麗に出てくるかなと思います。この調子で端まで表編み編んでいきましょう。
これで3段目表編み17目が完成です。続いて4段目です。針を反対向きにします。で、編める方はもう2段目と3段目をずっと繰り返して18段まで編むデザインなので、どんどん飛ばして編んでいってください。テロップはずっと続けてるので、それ参考に見ながら進めてください。初心者の方、まだ不安だよという方はこのまま説明ゆっくり続けますので、一緒に進めていきましょう。4段目も裏編み2目1目ゴム編み裏編み1目で編んでいきます。右から左に刺して、右手で糸を持ってくるっと引っ掛けて下にスライドで、右針にかかったのを見て左を抜いて、もう一目裏編みも糸をかけて下にスライドさせて抜いて、次は表ですね、糸を後ろにして左から右に糸を、針を刺す、糸をかける、上からかぶせて左針を抜く、裏編みも糸前にして右から左糸をかけて下にスライド左を抜く、という感じで繰り返してみてください。と、今回このちょっと私の変わった編み方を出してみてるんですけど、なんか昔にちょっと変な持ち方やねみたいなのを誰かに言われたことがあって、そこからちょっとこうトラウマまでいかないんですけど、まあなんか恥ずかしいみたいな感情がずっとあって、人前ではこう編まないようにしてたというか、まあ家でだけで編んでたんですよね。でもなんだろうな、なんかこういう風に編み物を始めて、せっかくこう、まあ、棒針も楽しいけどこう難しくて諦めちゃったみたいな声をたまに聞くことがあったので、まあ私の持ち方ちょっと変やけど、でも多分初心者さんにはやりやすいんちゃうかなと思い、今回このように動画を作って見ています。そうそう、あの前にちょろっと出したコンプレックスが、まあ、この持ち方なんですけどね。そうなんですよね。あ、すいません、端まで編めたのでちょっと説明に戻ります。これで4段目が完成です。で、次はまたくるっと針を反対向きにして、少しずつこっちの表面に縦ラインが見えてきてるかなと思います。そして5段目は楽な表編み17目、全部表編みの段ですね。ゆっくりいきましょう。左から右で糸をちょっと絞ってかけて、上からかぶせて左を抜く。とさっきの話ですけど、まあ、あのフランス式とかアメリカ式とか、私も最近この持ち方に名前があることを知ったんですが、やっぱりフランス式とかこう人差し指に糸をかけてとか、私も何度か挑戦はしたんですけど、やっぱりめちゃくちゃ難しくて、でなんか編む前に手が言うこと聞かなくて諦めちゃうみたいなのは結構声も聞きますし、まあ、自分自身も結局帰れずに、この自分流というかこの編み方でずっと今落ち着いてるので、なんかこれを公開するともしかしたら棒針諦めちゃった人も編めるかもしれんなと思って、はい、今このように晒している状態なんですがあ、でも本当持ち方がどうこうより、その自分が可愛いと思えるものが編めてテンション上がって、なんか毎日楽しいみたいになったら、そう、最初はそこだなと思うので、
あんまりちょっとビジュアルは気にせずに私も行こうという感じで今回動画を撮っていますですね。あ、もうすぐ終わりそうです。のまま最後の目も表編みを編んで、これで5段目が完成です。ちょっと整えるたびに下にキュッキュッと編み地を引っ張ってもらうと綺麗に整うかなと思います。続いてまた針を返して6段目ですね。また2目編んで交互の段です。結構裏編み表編みだけでも編める作品ってたくさんあって、私もこれからいろいろちょっと作品作りに力を入れようとしてて、こう簡単に編めてめっちゃ可愛いみたいなのを目指してやってるんですけど、本当にこの2パターン編めるだけでも結構幅が広がるので、ぜひぜひぜひ一緒にこの動画で頑張って習得できるようにお手伝いできたらいいなと思っています。めっちゃどうでもいいことなんですけど、この画面の後ろに見えてるサボテン3兄弟、これがイケアで3つセットで売ってたんですけど、この器も同じイケアなんですけど、あ、これは撮影の後ろにサボテンがおったら癒されるやろな思って、思わず持って帰ってきてしまったイケアの子たちです。多分今もあると思うので、ちょっとコロナでね、お店行ったり外出るのもちょっと億劫なんですけど、もし機会があるなら見てみてください。撮影の小物とかにもいいですし、場所を取らないので、結構いろんなとこに点々と持って行っては撮影の後ろに映り込んでいたりするので、またよかったら見てやってください。で、最後裏編みを編んで、一番最後も裏編みを一目編んで、これで6段目が完成です。で、針を反対向きにします。うん、だいぶ縦線見えてきましたね、ラインが。で、次は7段目表編み17目です。私もともと左利きなので、もしかしたらちょっとこう変な癖があるかもしれないんですけど、もしちょっと癖あるわとか見づらいわみたいなのがあればおっしゃってください。はい、多分無意識にちょっと癖が出てたりするかもしれないので、極力こう皆さんに分かりやすい動画を作りたいなと思うので、ちょっと気になることがあればぜひ教えてやってください。こう編んでる間にちょいちょい編み地を下にキュッキュッと引っ張ってあげると綺麗に整います。引っ掛けて抜いて一番最後ですね、表編みを編んで、はい、7段目終了です。また同じように18段まで繰り返します。字幕にもあるようにちょっとここからスピードアップするので、あ、まだそんなに早くしないでという方はすみません、お手数ですが5分24秒のところに戻るとまたゆっくりの説明があるので、そちらに戻っていただいて確認を
お願いします。もう編み方はずっと一緒で、偶数の段は裏編み2目と地面ゴム編みと最後裏編みで、奇数の段はひたすら表編みを一列ダーッと編むという簡単な作りなので、このまま18段まで編んでいきましょう。ちょっとカメラを通しながら見てるんですけど、ちょいちょい不安でカメラの下から見たりしてるので、ちょっと手があちこち行くの申し訳ないんですけど、今だんだん下に下がっていってますね。すいません。あの皆さんのペースでゆっくり編んでいきましょう。18段まで結構あるので、何を喋ろうかなと。今日はいい天気です。ちょっと山の方めっちゃ雨降りそうな雲がどよっとあるんですけど、夕立が来そうな感じでも、今お家の上はすごい青空が広がってます。うちすごい川沿いの土手沿いの家で、あの川の土手を今も高校生が自転車でバーッと通ったり、ちょっとやんちゃな子がすごい音楽流しながらバイクとか自転車で通ってったりするんですけど、たまにあのすごい熱唱しながら自転車キャーって漕いでる若い子とかがいて、あのこういう動画を撮ってる時に何回かその歌声が入っちゃったことがあって撮り直ししただけはちょっといいとなったんですけど、まあその子もねきっとスッキリしただろうに歌いながらなので、まあいいかな。静かにもう一度撮り直しをしたんですが、高校生の時は私は自転車通学だったんですけど、なんでかあの時父のマウンテンバイクで通学してて今思うとちょっといかついですよね、なんかね。でもなんかその時は、あ、結構坂が多いところのあの地域に住んでて、まあ、ニュータウンでもともと山だったのを丘みたいにして、でそこにニョキニョキマンションやら団地を建ててみたいなとこに住んでたので、もう高校行くまでにももうアップダウンがめちゃくちゃあるみたいなところで、もう毎日筋トレみたいな感じだったんですけど、一応テニス部で、まあ、運動部だったので筋トレも兼ねてと思ってたんですけど、なんか一回父さんのマウンテンバイクを借りて登ってみたらめっちゃ登りやすいってなって、多分そこからお父さん使うでみたいな感じで使い始めて気がつけばもう通学用にしっかりと乗りこなしてたっていう。なんかでも客観的に見て高校生制服で女の子がマウンテンバイクってやっぱ結構いかついなと振り返ってました。なんか尖りたかったんでしょうね。結構あの苦痛だったんですよ高校も、まあ、なんか中の上ぐらいのレベルの高校だったんですけど、なんかこう60分75分90分やったかな、なんか授業をずっと椅子に座ったままここにいなきゃダメみたいな空気がすごいしんどくて、もっと自由になりたいみたいな思いがすごい強い学生時代で、もう本当絵に描いたようなって感じなんですけど、もう基本的にずっと窓側の席で窓の外を見て、あー外行きたいみたいな、全然授業と違うことを
常に考えてたっていう学生時代でした。勉強は、まあ文系学科だったので、まあまあ英語とか国語とかはなんとなくやってたんですけど、数学、理科、まあ数学ですね。数学は壊滅的でしたね。うん。でもなんかちょうどその時お付き合いしてた彼が、すごい数学がもう学年1、2を争うぐらいのすげえ数学好きの人で、で、その子に、なんか一回13点を取ったんですよ、テスト。13点はやばいってなって、どうしようって相談したら、ちょっと特訓するかってなって、学校の最寄りの駅前に、ミスドがあって、ミスド、コーヒーとカフェオレ、おかわり自由なんですよ。あ、ホットは。だから学生の時にそこに行って、おかわりしまくりながら、もうめっちゃ、つきっきりで数学叩き込んでもらって、中間テストで13点取って、で、期末テストで、無事平均点も超えて70何点取れて、その1回だけでしたけど奇跡が起きましたね。その彼は今数学の先生になってるので、ほんまに数学好きやったんやなと思って、思い出してました。何の話をしてるんやって感じですねすいません。本当聞き流しながら編んでやってください。お、だいぶ進んできましたね。次が、あ、15段目ですね。あとじゃあ3段か。あと3段分何を喋ろう。今年はコロナでクリスマスも年末年始もなかなかお出かけしづらいね、雰囲気ですけど、皆さんいかがでしょうか。私はクリスマスはお姉さん家族と私と旦那さんと私の妹とめいっこと、もう小規模、もう少人数で、ホリデーハウスっていう、なんですかね、暖炉があって、で、キッチンとかもあって、まあ、全部ご飯とかは自分でするんですけど、その建物自体は貸してくれてて、そこでこもってクリスマスを過ごそうってなって、お姉さんの旦那さんがスペインの方で、で、クリスマスは暖炉見ながら過ごしたいっていうリクエストがあったみたいで、で、まあ今年コロナで帰れないみたいで、ちょっと日本にないかって探したら、たまたま、まあ車で1時間もかからないところにちょうど空いてたみたいで、そこで過ごそうかなっていう予定をしてるんですけど、すごいちらっと見た感じすごいいい感じの場所だったので、ちょっと実際クリスマス行ったら写真とか載せて実況中継したいなと思ってますまたよかったらインスタ覗いてやってください。ね、なんかディナーとか外も出にくいですもんね。お店も時短営業でやってなさそうだし、まあでも感染のリスク考えると本当にね、こうやって編み物して時間過ごせるから本当に良かったなと思うんですけど、なかなか家にいる人いるのが苦痛な人もね
ちゃいますもんね。お、もうすぐ17段目が終わりそうですね。お、出ました、最後の段。18段目も同じように裏編み2目、締めゴム編み、裏編み最後1つですね。多分こんだけ裏と表と繰り返したらどうでしょう、ちょっと感覚はつかめたかなみたいな、どうですかね。ちょっとぜひその辺の感想もいただけると嬉しいです。ちなみに私これ2枚編んだんですけど、ついで使いたいなと思って、旦那さん用と自分用と、多分2枚編むとコンプリートできるのではないかとなんとなく思ってるんですが、もし毛糸があったり時間に余裕がある方はぜひ2枚目もチャレンジしてみてください。2つ並べると結構可愛いんですよ。色違いで編もうかなとも思ったんですけど、ちょっとあえての同じ色でほっこり可愛い色なのできなりでまとめました。はい、では最後伏せ止めをしていきます。まずは表編みを2目編みます。左から右に刺してくるっと引っ掛けて上からかぶせて針を抜く。同じようにもう一目編みます。そして一番最初の目を隣の目にかぶせます。このように片方糸を持ちながら上からスポッとかぶせると完成です。もう一度やってみましょう。表編みを一目編んで、一番最初の目を拾って隣の目にかぶせる。表編みを一目編んで、最初の目を拾って上からかぶせる。この時にちょうどかぶせる時にかぶせられる方の目が一緒にスポッと取れてしまうことがたまにあるので、これを防止するためにはこの右手で持ってる糸端ですね、この子をギュッと持っといてあげると引っ張られずに目が残ってくれるので、ちょっと意識しながら右手糸端持ってみてください。同じように引っ掛けて表編み一目編んで、最初の目を引っ掛けるというふうに端まで繰り返していきます。あ、こんな感じで取れちゃうのではい、気をつけてください。まあ、すぐに拾えば大丈夫なんですけど、最初の目を拾って上からかぶせる。表編みを一目編んで上からかぶせる。表編み一目編んで最初の目を上からかぶせる。
これで最後の目まで来たら、このまま糸を引いて完成です。お疲れ様でした。あとは糸をカットして始末をしていきます。糸始末する分の長さを残してカットしましょう。そのまま糸を引いて、糸端が目立たないように糸始末をしていきます。これあまり自分では決まりがないんですが、ちゃんと綺麗に始末したい、糸処理したいっていう方は、教科書的な綺麗にされてる方の動画とかがあると思うので、お手数ですがちょっとそっちもチェックしてみてください。私はなんとなく見えなくなるようにザクザクっと処理をしています。これでもう片方も糸処理をしたら完成です。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。表編み裏編みいかがでしたでしょうか。またこれからも編み物の楽しさを伝えられるよう楽しい動画を出していきます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。